ルームス、動画ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。皆さん、ルームスもぜひ始まったので、そちらの方もチェックお願いします。ちょっと間にこそっと関東、あ、ちょっと、うん。ちょっと間に、どっちだろう。こそっと関東、ありがとう、関東。大変なのに、ありがとうございます。ありがとう。皆さん、たくさんありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。まあね、メイクが取れかけです。星はミサルルームで投げたカウントだけお届け、ありがとうございます。カウント、ありがとう。ひっそりとカウント完了、小声ありがとうございます。嬉しい、大声で言ってください。声が綺麗だな。本当ですか、ありがとうございます。ありがとう。まなみ曰く、私より最近大阪満喫してるって言ってた。こんばんは。そう、なんかしてるっぽい、私満喫。そんなつもりないんやけど、めちゃくちゃしてるっぽいです。よしみんとこからカウント来たよ。ありがとうございます。カウントよしみんのところからありがとうございます。かきさん、かき氷、ありがとう。ありがとう。今日の夕飯、油淋鶏作って、めっちゃいいじゃん。美味しそう。羨ましい。トマトさん、氷の旗、ありがとう。ありがとう。ありがとう。よしみのところから50カウント来ました。ありがとう。50カウントありがとう。さゆきちゃん、やっほー。やっほー。さゆさゆかわいいよ、大声。ありがとう。ありがとう。カウント完了。ありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。髪伸ばしてるの。そう。めっちゃ長くなったんですよ。やばくない？めっちゃ長く伸びました。ツイッター見ても大抵見当たらなかったから、してほしいできずに2週だけ。ありがとうございます。そう、ちょっとね、ショールームの大抵がね、マジで決まってなさすぎて、ちょっと申し訳なくて、申し訳ないんですけど、ちょっとしっかり考えます。ごめんなさい。ありがとうございます。トマトさん、かき氷ありがとう。ありがとう。さゆきちゃん、かわいい。ありがとうございます。ありがとう。また遊びに来るね。頑張って。ありがとう。頑張る。また来てね。あつこさん、かき氷ありがとう。ありがとう。じゃあもう早速歌います。もう歌っちゃいます。ちょっと皆さん、これからあんま、ちょ、歌うからコメントちょっとあれ、全部は読めなくなっちゃうかもしれないんですけど、それは本当にすみません。よいしょ。サボリーマンさん、ビーチバレーありがとう。ありがとう。何にしよう。マジ決まってないです。久しぶりに歌うけど大丈夫かな。これにします。イヤホンつけてるけど、これちょっとごめんなさいね。え、マイク付きじゃん。なんでなんで、何があったこれ。マイク付きなのになんか歌えないんです。なんでですか。あ、来た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 。いきます。ダイルさん、ソフトクリームありがとう。ありがとう。仕事終わったな。ちょっと待って、ありがとう。ありがとう。スカートをウエストで5センチ折って、短く履いた分自由になりたい。クロスを塗りながらしらけているのは、楽しいことなんか何にもないから。どこかで携帯の着メロなんて、誰かから遊びの誘いつるんでいるのも肩脱ぎ、私は制服を着た
なんかさ、さっきまでさ横になってたから声がちょっと出にくい。まつげのエクステとネイルで武装して、誰かの説教を監視している。やりたいことなんかあるわけないしね。学校にいたって意味なんてないし、卒業をしたらどうなるんだろう。親たちは興味なさそうだし、毎日昼まで制服レジスタンスを聞いていただきました。ありがとう。バイルさんソフトクリームありがとう。個人ツイッター開設ありがとう。皆さんフォローありがとうございます。まだフォローしてない方はよろしくお願いします。もうありがとう、ありがとう。一緒にでやりたい。ダイルさんありがとう。それもたくさんありがとう。ダイルさんタコありがとう、ありがとう。アミちゃん赤のペンライトありがとう、ありがとう、ありがとう。早速ソロで歌ったね。そうソロで歌ってみました。でもねなんかねちょっと今日声の良くないっぽい、良くないっぽいです。だからちょっとこれじゃなくてこっち、あのね濃い、ちょっと待ってね、検索するのがちょっと時間かかっちゃうんでそれは本当にすみません。これを歌いたいんですよ。私は歌えるかな、緊張する。初見です、ありがとうございます。はじめまして、来てくれてありがとう、ありがとうございます。いきます。バグ？え、ちょっと待って、なんかバグってんの。ちょっと一回ごめんなさい。キャー、本当に申し訳ない。これイヤホン壊れてんのかな。あ、来た来た来た、ごめんなさい。本当にすみません。ブーチビールボーイ
その癖は何回にありがてどんな言葉言いだけ考え込んでしまう華奢すぎて今にでも割れそうなガラスみたい付き合うことはこんなに気を使う繊細なものなのか絶対傷つけないようにそっと触れるくらいなら誰も遠くで眺めてるだけで幸せだ恋と愛のその間にはいくつ夜が眠るのだろう同じように見えてはいるけどその深さが違うんだ恋してると愛してるでは語る夢が変わってくるよ君の心の本当の気持ち僕に教えてほしい マイクですこれちょうどそこにあったんでマイク代わりにしましたごめんなさい宝を見つけたから失うこと四六時中想像をして怯える何もないあの頃は怖いものなどなかった自分の感情に素直になれてもっと自由だった今の僕たちはどこら辺かな信じ合っているのかなどこまで二人近づけば分かり合え僕のその間には見えない川が流れているよやむことのない問いかけのようなせせらぎが聞こえるだろう君にとって僕とは何だ僕にとって君とは何だ自分なりの答えが出るまで先に進めなくなるじゃ言い表せない愛しさには段階があるんだ時をさあ越えて分かり合ったら大切なものが見える君にとって僕とは何だ僕にとって君とは何だ暗闇の中かすかな光あれがずっと探してたもの恋と愛のその間にはいくつ夜が眠るのだろう同じように見えてはいるけどその深さが違うんだ恋してると愛してるでは語る夢が変わってくるよ君の心の本当の気持ち僕に教えてほしい心に流れる川ありがとうございましたありがとうございますありがとうございます恋と愛のその間にはを聞いていただきましたありがとうございます青いボーイさんだるまたくさんありがとうありがとうさゆきやっほーありがとうさとぼんさんハートありがとうマイク串で受けるいやマジでちょっとマジでこれちょうどいいんだよねそううまいですねありがとうございますありがとうキラリンビームさん音符ありがとうありがとう豊さん、かき氷ありがとうありがとうソフトクリームもありがとうモンモンハートたくさんありがとうありがとう
ありがとうね。ありがとう。音符もありがとう。ジョーさん、ペンライト、赤ありがとう。カボリーマンさん、ハートありがとう。皆さんたくさんありがとう。同じ C グループ、みそらさんから来ました。ありがとうございます。ありがとう。もも赤のペンライトありがとう。大和石さん、かわいい。ありがとう。ありがとう。さすが、ありがとうございます。イェイ。お山さん、タコ10個。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。たけいさん、タコ10個。ありがとう。ありがとう。たくさんありがとう。歌うまい。ありがとう。嬉しいです。さゆせいの声好きや。マジで？ありがとう。めっちゃ嬉しい。さゆきちゃんの歌声大好き。え、マジ？めっちゃ皆さん褒めてくれて本当にありがとう。ありがとう。ニコさん、かき氷、たくさんありがとう。ありがとうございます。ありがとう。お山さん、ハット、ありがとう。ニコさん、ソフトクリーム、ありがとう。ルームサイト、え、嬉しい。皆さん、ルームス、もう記念すべき第一つ目の動画上げてるので、皆さん見てください。お願いします。三鷹町さん、音符、ありがとう。お山さん、ハート、たくさんありがとう。トマトさん、かき氷、ありがとう。皆さん、たくさんありがとうございます。嬉しいです。たくさんの方がまたまた応援してくださり本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね。やっぱこうしてたくさんの方に来ていただけてめちゃくちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。ちょっとさ、歌いたいけどなんかボロボロになりそうだよな。ちょっと失敗はあんまりしたくないので、そう、やっぱさ、ちょっとこれにしよう。これが大好きだから、これいつかやりたい曲だから、これ歌います。さゆきちゃんは次世代歌うまメンバーで、そんなありがとう。嬉しい。ちゃんとなれるように頑張ります。初めて休憩公演行って、さゆきちゃん虜になりました。嬉しい。もっともっと虜になってください。ありがとう。降り始めた細い雨が銀色の頓着を下ろすように幕を閉じた。それが私の初恋。待ち伏せした二つ目の路地。声もかけられないまま下を向いたら紫陽花も泣いていた。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ているこの場所から、こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない。傘差してるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙。一人きりで歩き出した切なさが残る道。心の中迷い込んだ誰も知らない愛しさ。雨が好きなこの紫陽花は晴れた日には目を閉じて遠い雨雲思ってるのでしょうか。どんなに悲しくてもどんなにダメでも女の子のままいさせて。あなたと出会えた記憶の足跡忘れないわ。どんなに悲しくてもどんなにダメでもいつの日か思い出すでしょ。私の願いが叶わなくたって輝き続ける。でもでもの恋よ。これ少し高い。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。
がとうございます。デモデモの涙を聞いていただきました。ありがとう、たくさん、あ、ありがとうございます。はい、デモデモの涙でした。ありがとうございます。ちょっとここがちょっと汚いなんか汚れてるわ。ありがとうございます。ありがとう、嬉しいですね。公園から私の虜になってくれるなんて、てれてれありがとう、嬉しいですね。そしてまたマイク、そう、もうこれしか勝たない愛用串、愛用串、愛用串です。もうこれは本当にかっこよく歌うのマジで本当ですか。ありがとうございます。三鷹町さん、音符たくさんありがとう、ありがとう。平八さん、音符たくさんありがとう、ありがとう、ありがとうございます。平八さん、拍手もありがとう、音符もありがとう、うわ嬉しい。あかりちゃん、ハートありがとう、うわ皆さんたくさんパチパチありがとう。やっぱ歌うまい、歌めっちゃうまいやん。嬉しい、本当ですか、ありがとうございます。歌声が大好き、嬉しい、たくさん褒めていただいて、これはもう調子乗っちゃいます初見です、ありがとうございます。歌ってる時かっこいいね。本当ですか、ありがとうございます。3週と50カウント完了、ありがとう。3週と50カウント大変なのにありがとう。ちょっと待って、一旦はい、外しました。ちょっとイヤホン熱い。翔子さん、ソフトクリームありがとう、ソフトクリームありがとうございます、ありがとう。いや本当に本当に皆さんありがとうございます、私のために。そう、あのね、私はね、ちょっといつかね、ここみんなに見せたいんですよ、私の、ごめん本当にすいません、ここにはね、めちゃくちゃ服がかかってるんですね。でもね、マジで一回も着てない服とか正直あるんですけど、これとか、あ、ちょっとタグついてるな、ちょっと待って、タグがついてるわこういう服とかもあるんですよ、ちなみに。でも着ない、着てない、いつか着ます。いつか着たものをもうバメかルームスにあげます。ちょ、これはね、ちょっと恥ずかしい、フリルなんで、だからもうバメかルームスで送りますね。じゃーん、こういうのとかがいっぱいあります。私っぽい服とか私っぽくない服とかが山ほどここにあります。でもね、服ってさ、あってもあっても足りなくないですか。私ね、服ね、めちゃくちゃ買うんですよ。めちゃくちゃっていうか、まあ、買うんですね。でもね、本当に足りないんですよ。これなんでですかね。買ってるのに足りない。あ、なんだろう。そうなんです。買ってるのに足りないんだよね。なんでですかね。ぜひとも着たのを見たい。そう、だからちょっとこれは、ちょっとね、全体公開は恥ずかしいので、モバメかルームスに送ります。ネットで買うの、なんかね、ネットで買うときと、あの普通にお店行くときは、でも大体お店かな。ネットはレッスン着です、ほぼレッスン着買うだけかな。レッスン着を買います、ネットでは。ズボンとか上の腹出しのやつとかは全部ネットなんですけど、普段の私服はほぼお店ですね。お店で買ってます。私も買うお店が、私ね、とうとうよく通ってるお店があるんですよ、大好きなブランドの。その店員さんに認知されました。行き過ぎて常連すぎて顔を覚えられちゃいました、店員さんに。もう気まずすぎて、もう行けない、次からそこに行きたいけど行けない、だけ気まずいから。そう、なんか覚えられちゃうぐらい通ってて、めっちゃ買ってるんですよ、そのお店で、好きすぎて。だからちょっと違うお店に変更しようかなとか思ったり、なんかね、恥ずかしいじゃないですか、めちゃくちゃ行ってるのだから、そう、もう違うとこに移ろっかなそう、しかもね、いつも対応してくれる店員さんがね、毎回ほぼ一緒の人なんですよ。だから多分認知されてるの。認知されました、とうとう。まだされてないと思ってたけど、
いつもありがとうございますって言われました、この前行ったら。でさ、なんかさ、たまにさ見てしっくりくるものがない時ってお店から出るじゃないですか。だからちょっと今後そういうことがしづらくなったっていうね、ちょっとえぐいです。3週と50巻と感じです、ありがとうございます。大変なのにありがとう、かわいい、嬉しい、ありがとう。ありがとう。公園で着れるといいね。公園で、まあ、公園ではね結構フリフリ系が多いですからね。三週フルコース加入ありがとうございます。ありがとう。モバメカルームスで待ってます。ぜひ送ります。いつかいつか送ります。値引きのチャンス、値引き。いやちょっと言いづらいよ。自分も友達にいえセカストって言われるぐらい、まあ、それはめっちゃ多いね。私そんなないけど、そこまではないわ。仲良くなるのいいと思いますよ。でも私マジそういうのコミュ障なので。そうなんですよ。ちゃう覚えられるぐらい可愛いんやで。いやいや私ね、すっぴんで行く時とかあるからさ、本当に恥ずかしい。そう、すっぴんで行く時とかたまにあるから。こんばんは、こんばんは。そうそうなの、だからねちょっと恥ずかしいんですよね。なんかね、私ほら富山のお店ってそんな服を買いに行った時に話しかけられないんですよ。何かお探しですかとかそういうのも全く言われなくて、そう大阪に来てはこんなに店員さんって話しかけてくるんだなっていうのを知って、ちょっと気軽にお店にあまり入れてないです。富山にいた時と比べて。富山にいた時はささって入れたんですけど、大阪来てからちょっとためらいますよね、入るの。なんか入ったら絶対買わなきゃいけないっていう、なんか変な責任に追われるっていうね。最近はアイシャドウをちょっと変えました。変えたって言ってもあんま変えてない。あんま変えてない。どうですか、よきメロですか。こんな感じ。アイシャドウは坂本レイオちゃん、 NMB48 9期研究生、一緒のね9期研究生レイオこと坂本レイオちゃんからタンプレでもらったアイシャドウを使ってます。ありがとう。レイオはマジタンプレ、プレゼントのセンスが良すぎて本当にいい女。そうめっちゃ可愛いの、いい感じで。イヤホンしてれば話しかけ、じゃあ話しかけられるの、イヤホンしてても。そう私ねいつもイヤホンして基本行動してるんですよ、一人の時は。そう何をするにしてもイヤホンかけてるんですけど、そうでも話しかけられるから、そうそうなんです。だからちょっともう対処しようがないです。だからもう行かないっていう選択肢しかないんだと思います、私。悲しいけど。ね、モンモンレインボースターありがとう、ありがとう。待って待って、全然読めてなかった、本当にごめんなさい。みゆなちゃんハートありがとう、たくさんありがとう。ジョーさんかき氷ありがとう、ありがとう。新作さんソフトクリームありがとう。キラリンビームさんソフトクリームありがとう。マーボーさんレインボースターありがとう、ありがとう。ザンさんかき氷ありがとう、ありがとう。話しかけないでくださいってオーラ出しとこう。いやもうねそれはねちょっともう悪い印象になっちゃうやんか。そうでもね話しかけられたくはないっていう、なんてわがままな人なんでしょう私は。通りすがりに来ました、あありがとうございます。やったー、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。イヤホン外されて無理やり話しかけられたせ、マジでやばいねそれ。イヤホン外されんの？でもね私ワイヤレスなんだよね、ワイヤレスです、ワイヤレスタイプ。ちょっと前までは有線でした。でもやっぱりこの NMB に入ってから有線に変え、あ無線に変えましたね。やっぱダンスをやるってなるとレッスン場とかでやっぱ先輩方もいるので有線、これじゃもう限界が、これじゃもう限界があったんですよ。だから無線に、無線をちょっとプレゼントしてもらいました。わー
い、これです私の愛用です。こちら毎日、これは本当に必需品ですももハートありがとう、ありがとう、よしみのところから来たで、ありがとうございます、ありがとう、カウントしに来ました、ありがとうございます、カウント嬉しいです、こんばんは、こんばんは。そう、よいしょ、ダンス踊ると優先だとスマホ落とすしな、そうなんですよ、スマホ落とすし絡まっちゃうじゃないですか、やっぱりターンとかしてたら。そうだからね、変えました、めちゃくちゃ嬉しい。サボリーマンさん、氷ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。てか皆さん、あの9時前になったら寄ってください、お願いしますちょっとね、もう一台のスマホをあの違う場所、違う部屋に置いてきちゃったので、9時前、8時55分になったら皆さんちょっと教えていただけると助かります、お願いします。え、21時3分嘘、もうそんな経ったもうそんな経っちゃったの、まあいいや、延長しよう延長していいかな、まあ多分いいや軸歪んでる、いや多分普通に私のミスです、すいません、本当に恥ずかしい。いやなんかね、私8時から始めてる感覚だったからさ、そうだ、私そういえば8時半からだと思って、ごめんなさい、ミスったまたね、ちょっと一つやらかしました、本当にすいません、本当に申し訳、恥ずかしいですよ、もうこんなね、おバカで本当に恥ずかしい直します、早く早く直します、はい、ごめんなさい、すいません、止まっちゃいました、ごめんね、3時間以内なら自由です。そう、あ、そう、皆さん明日の朝、明日は朝9時からします、なので皆さんぜひ来てください、来てください、朝の9時からするのでぜひ来ていただけると嬉しいです、お願いします。何しようかな、メイクでもしようかな、配信で。でも私メイクしたらね、マジで喋らないんですよ、ちょ本当に最低、どうしよう、でもしたい、メイク配信にしようかな、どうですか皆さん、私のメイク配信需要ありますか、ちょっと需要あったらします、メイク配信見たい、見たいですか、でも私もメイク下げとか言われたらどうしよう、メイク下げとか言われたくない、どうしよう、でもメイク、メイ、でも私もメイク、メイクで変わるタイプなんで、ちょっとまあするけど、まあ、あのベースと眉毛だけはします、多分さすがに、はい、ダンサブルで休み取ってるから一緒にメイクする、あ、そっか、明日ダンサブルさんのライブですね、いやすっぴんはちょっとあれですね、どうしよう、ベースだけしようか悩む、まあその時朝起きれたらって話なんですよ、単純に、普通に私朝9時起きれるかっていう問題なので、まあ、ちょっと心配ですけれども、はいめちゃくちゃ心配、起きれるか、え、マジ起きれなかったら本当にすみません、本当に謝ります、スピンはルームス、確かにスピンはルームスだな、ルームスか、もう場面キラリンビビさん、かき氷ありがとう、メイクやるなら朝礼サボります、どうしよう、んー、スピン、スピンが見れるんですね、メイク見たい、じゃあ明日の、明日は朝メイク配信しますさゆきちゃんのスピンかわいい、ありがとうございます、ありがとう、まあでもショールーム一回すっぴん何回かやってるけどな、公演前、そう公演前にやってるから、まあまあまあ、あでもね、最初からすっぴんだと、すっぴんだと幼くなるタイプだと見た、どうでしょう、どうしよう、明日めっちゃむくんでたら、それが一番嫌、
むくみパラダイスだったら私泣きます普通に泣くよ、泣きます。でも確かに私普段皆さんにどんなリップをどんな、あ、間違えた、どんなメイク道具を使ってるかなんて言ったことがないので、まあ、紹介はしないと思うけど、まあ、メイク一緒に、じゃあ GRWM ですね、 Get Ready With Me をやっていきたいと思います。明日私と一緒に支度をしようのコーナーです。明日はまあね、お仕事の方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、もう私は夏休みなのでちょっと準備したいと思いますトマトさん、かき氷ありがとう、ありがとう。そう、え、ちょっと待って、メイク配信ちょっと皆さん無言になったら本当にすいません。特にアイラインとかマスカラは本当に集中するので、ほら、こだわりのアイラインとマスカラです。まあ、皆さんに明日メイクの過程を知られちゃうということですね。ドキ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 です。はい、一緒に、まあ、支度をしようというテーマでやるつもりです明日むくんでたらしれっとフリートーク配信で刺します。はい、刺してください皆さん。むくんでたら多分ちょっと顔を動かしてからおしゃべりしながらメイクしますそれかなんか食べます、わからん、食べるは嘘、多分嘘、何も考えてないです今、思いつきで言ったから。だからまあとりあえず明日メイク配信なので、皆さんもぜひ私と一緒にメイクしましょう。最近ならメイクリップだけ塗ればなりません、なりません、なりませんいや私ね結構メイクね濃い方なんですよ。だからちょっと濃いっていうかメイクで変わるタイプなんで、そう、でも肌荒れも治ってきたしセーフ。そう、最近、ま、最近ねちょっとニキビがね増えてたんですよ。でもねもう治りかけなので、ちょっとはマシになりました。よかった、本当によかった。てかもう暑すぎてやばい、普通に今日私家で練習してたんですよ、公園の、もう超暑くて本当にあのマジ汗だくなりました、正直な話、暑すぎて。それでもうなんか一曲終わったら、あ、休んでダラダラして、一曲終わって休んでみたいなのをずっと繰り返してました。もうマジ暑くて本当にやばい、皆さん気をつけてください。この夏本当に暑くて耐えられないですよ耐えられない、耐えれるけど耐えられなくなってくるので、皆さん気をつけてくださいでもね私は今すごくスタバに行きたいです。スタバに行って抹茶ティーラテかキャラメルマキアとか、ピーチ飲みたい。もうね私あの古川雪乃ちゃんいるじゃないですか、雪乃、私雪乃とよくね帰るんですね、一緒にいろんなところに、あのレッスン場、ほら劇場公演の後とか一緒に帰ったりするんですけど、レッスン終わりとか、もうね私たち毎回スタバ寄っちゃうんですよ、本当に最悪、もうダメ、私ダイエットとか言っときながら飲んじゃうんですね、まあ動いたからいっかみたいな感じで言っちゃうんですけど、もうちょっともうそろそろやめないと体が心配体が心配ですね、健康的に心配なので気をつけます。日傘の意味を感じないぐらい、それな、てか私ね日傘ささない人なんですよ。いや私昨日ね結構一日中外に、あ、これはちょっと怪我、一日中ね外にいたからちょっと焼けちゃいました、もうちょっと残念。日焼け止めだったんですけど、多分日焼け止めがそれに耐えきれないでなっちゃいましたね。大変なことです本当に、これはやばい。北陸人には耐えられ、そう、もう北陸と比べ物にならないぐらい暑いんです。キラリンビームさん、レインボスターありがとう、ありがとう。30日の婚姻出演メンバー変わったんで期待してます、意味深。そうね、変わっちゃいましたね、公演のメンバーが。皆さんぜひお楽しみに、お楽しみにお楽しみに。いやーマジでねあれなんですよ、なんていうの、何言おうとしたかわからない、どうしよう。あ、そう、あのちょっと今日はあのピノを食べたいと思います、この後
お風呂上がりのピノは最高にうまいんですよ。でこの前ねまたハートのピノがあったんですよ。そうこれ運命だと思って、あの私の冷凍庫にはピノがねマジで本当にめちゃくちゃ保管されててそうだから皆さん、ピノ食べたかったら私に言ってください。ストックあと何個ぐらいやろ。3個かな。もっと買ってもらわ、買わないといけないキラリンビームさんかき氷ありがとう。ストックあと何個、3個ぐらいかな。ちょ見てないな、どうやろ。でもフルーツゼリーも最近好きで、その組み合わせが大好き。フルーツゼリーとピノの、またハート出たの、すごいやん。そう私ね幸運の持ち主なのかもしれないわなんか語尾が変なやったけど、でなんかさめっちゃ鼻詰まる。なんやろ、花粉、花粉あるかな。夏の花粉ってありますか。てかさルームスってさ、もうね皆さんどんなの見たい、ルームス、ルームスどんなの見たいですか。私のなんか動画撮り始めたのも最近だから、動画がねあんまねなかなかないんですよ。私メンバーのことはよく撮るけど自分のことをあんまり動画で撮らないので、そうだからこれから撮らないといけないなって思ってるんだけど、もしルームスでこんなの見たいとかがあればぜひコメントお願いします。本当にわからないから。そう、おでん屋さんアイスクリームありがとう。マジ食べますアイスクリーム後で。さゆきの日常、日常、私も日常ほぼ出歩いてるで、なんか出歩いてるって言い方はあれだけど、お出かけしてるかな。外にいる、家にいることはほぼないですない。日常か、ありあり、あり見ろ。私服を見たい、あ私服か。確かに全身を私はマジで撮らないので、久しぶり珍しく撮った全身とかをルームスとかに写真あげたいなと思ってます。彼女感お願いします。彼女感ですか、まあ、ユニバ行った時に撮ったので、まあ、それを、まあ、ちょっとちょこちょこ載せていきたいと思います。こんばんは、こんばんは。そうだからさ、先輩メンバーさんがどんなのあげてるかめちゃくちゃ気になるんですよ。だから本気で撮りたいなと思ってるんですね、私先輩メンバーさんのルームス。気になる、どんなの上げてるか勉強にしたいなって思って。アクティビティ見たことないから更新してみてほしい。アクティビティってあれよな、なんかブログみたいなやつか。ちょっとまた更新します。なんかまだちょっと使い方があれなので、そうだからちょっとあれですね、いろいろ調べますでも無事ビデオを上げれたので一安心です。さゆきの今日の一押しポイント、ああ今日の一押しポイントね、ありありありだな、一押しポイントいいな。確かにさとぽんさんハートありがとう。確かに毎日なんか動画更新情報を見る限りかりんちゃんの使い方がうまいなって思ってる。ああかりんさん撮りたいな、普通にファンとして撮ろうかなファンとしてメンバーさんのルームス、でもモバメも撮ってみたいんだよね。そうなんか皆さんどういう風に使い分けてるのか気になってて、だから私もちょっと撮りたい気になるんですよ。ルームスの取説みたいなあるの。じゃあね、私ね本当に機械音痴なので取説があってもできないんですよ。そうだから組み立てとかも本当に無理だし、こういう電子機器とかも本当に無理で、もう私は本当にやばいんですそうだからちょっと勉強します、いろいろ。私も撮りたい。そうね、ちょっとあれよなちょっと考えます星村に来ました、うわあ。でも来てくれるだけ嬉しいです、ありがとうございます、ありがとう。ぜひ C チームの応援もよろしくお願いしますねえちょっと C チーム今ないかな、気になる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 。 C チームは今ないでしょ。なんかさっき見たら全体で2位だったんですね。本当にありがとうございます。いやもうねマジでヨシミンがすごすぎてほんまにやばいと思って、
さすがと思いましたね。本当になんかさっき見たら、さっきっていうかもう結構前なんですけど、見たら1万人ぐらい見てて、視聴者さんが、え、もうこれマジと思ってめちゃくちゃびっくりしました。すごいなと思って、なんかそれなんか継続できるのもマジですごいなと思うし、すごいよね、びっくりチャンネルだわ本当に。ルーブスは本当に好きなメンバーしか取らない。確かになんかモバメよりもね、確かにちょっとお値段の方も高くなっちゃうから、確かにね。でも嬉しいですね、た入ってくださって、なんか思ってるよりも結構多くの方が、想像してたよりも多くの方が入ってくださってて本当にありがとうございます。ぜひまだの方は来てください。彼女感乗せました。Cチーム応援しにさゆきちゃんの配信来ました。ありがとうございます、嬉しい。Cチームありがとう、頑張ります。しマーボーさん、赤のペンライトありがとう、黄色のペンライトもありがとう、ありがとう、嬉しい、かわいい、ありがとうございます、ありがとう。みそらちゃんも、よしみにはショールーム何を聞いても答えてくれる。そうなんですよ、よしみマジで詳しくて、あの何もわからない私とみそらにめっちゃ長文の文を送ってくれました。昨日か一昨日かな、どっちやっけ、やばいよね。よしみさっき浴衣着てピアノ弾いて、え、見た見た、すごいと思って、浴衣があるのもすごいし、着れるのもすごいし、あのピアノ弾けるのもすごいっていうね。頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります。 C チーム応援してます、ありがとうございます。 C チーム1位取ってランウェイ歩きたいです。 Twitter フォローした、ありがとう。 Twitter も皆さんフォローお願いします。お礼に50カウントしてありがとう、ありがとうございます、来てくれて50カウントもありがとう。ルームス渋谷さんと渋谷に入ってます、あ、嬉しい、ありがとうございます。渚さんと私、ありがとうございます。テレありがとうございます、嬉しい。最近も浴衣着よう、あのね、私も大問題、浴衣が家にありませんで、しかもあったとしても着れないんですよ私、もう終わり、終わりだよ。でもね、夏祭りとか行きたいんですけど、もう行けなさそうですね今年は、今年はっていうかなんか行けなさそう。なんか富山にいた時は行けたんですけど、やっぱ都会って人が多いんで祭りとかしんどいじゃないですか。ただでさえ富山ですら人多かったのに、なんかなんやろ、大阪ってレベチじゃないですか、人の量が富山と比べて、しかも祭りの規模も違うし、だからちょっとね行くのはしんどいなと思って、行けなさそうですね。屋台が大好きな人なので、やっと行きたいんだけど。鈴木ちゃんアイスありがとう、ありがとう、アイスありがとう。家にグラピはガチ、グラピって何、グラピって何やろ、何でしょう。ごめんなさい、本当に何も分かんない。今日から明日まで天神祭りかな、やってるよ。え、聞いたことある。でもね、明日はちょっと予定があるのでいけないですし、ショールームもあるのでね、いけないですね。屋台いつも何食べるん？屋台はもういちご飴は安定でしょ、いちご飴っていうかフルーツ飴安定で、あとは肉の串とか、あときゅうりの一本漬け、私めっちゃ食べるんですよ本当に、あのレベチぐらいで食べるんですね。だからチョコバナナとか、あとは焼きそばとか、なんやろ、あと何食べてた、私唐揚げとかですかね、私めっちゃ食べるんですよ。なんかしかもまあ一人で、今のは一人で全部食べるんですけど、他に友達とシェアとかしたりするので、そうめっちゃ食べちゃうんです。祭りはグランドピア、あ、グランドピアノか、確かにグランドピアノレベチよ。皆さんは屋台で何食べますか。やっぱね、安定のものを私は食べたいんですよね。なんかザ祭りみたいなものを私は食べたいです。いや、なんかね、祭りね、あれだよね、祭り行きたい、行けなかった。本当はあの富山のお祭りも行こうかなとか思ってたんですよ。
でもね、もうちょっと予定が詰まりすぎて帰る暇もなく、はい、ここにいます今。アイドルは綿菓子食べててほしい。綿菓子はね食べない、本当に申し訳ない。ちょっと理想ちょっとあれなんですけど、そうマジ食べないんだよね綿菓子。でも綿菓子はあの駄菓子屋さんとかで食べるかな。フリフリポテト、この間の、あ京都のお祭りかな、あフリフリポテト食べる、めっちゃ美味しいよねポテト。私もお祭りのポテト大好き、本当に大好き。あとカステラも食べる、カステラ、フリフリポテトめっちゃいいよね、めっちゃ大好き。私も屋台だけで朝昼晩全部賄って、そう確かに私マジで一年一中いてって言われても入れると思う。祭り本当に大好き、それぐらい愛してる祭り。しかも望遠、そうなんや、すごいなよしみ。レベチ50カウントありました、しーちも応援してます。あーありがとうございます、みそらのファンの方かな、ありがとうございます。しーちも頑張りましょう一緒に、ありがとう。リング焼きってあるのかな、お好み焼きの小さい版、知らない、何それ、リング焼き初めて知りました。リング焼きって何でしょうか、お好み焼きの小さい、こんな感じのやつか。ベビーカステラは匂いにつられて、確かにベビーカステラめっちゃいい匂いだよね、めっちゃいい。あちこちの屋台の看板娘やったね、あ全然そんなことないですよ、普通にただのお客さんです。ありがとうございます。富山出身なの。そうです、富山県出身の NMB48 休憩研究生のさゆきことはしゃべたいさゆきです。よかったら応援よろしくお願いします。こんばんは、こんばんは、ありがとう。タコ船、いやタコ船はね富山にはないわ。今はさあれだよね、大阪のたこ焼き屋さんにはタコ船、タコ船ってさあれだよね、エビ船の間にタコが挟まってる感じ、それともあのなんかこうベチャってされてるやつ、どっちやろ。どっちも富山にはないんですけど、ないんだよね意外なことに。タコ船、いやー本当にエビ船のやつ、あエビ船の方か、私ねエビ船の方のやつはセレクション期間に初めて食べたんですよ、わなかのタコ船。もう本当に感動しました私あの美味しさに。しかも安いじゃないですか、だから超食べてましたセレクション期間の時、本当に2日に1回とかのペースで食べてた、安いしちょうどいい量なんで。リング焼き広島と関西くらいしかなかった、またツイッター返信で送っときます、ありがとうございます。リング焼き、そうなんや、やっぱ聞いたことないと思いました。やっぱね地方とかによってもあれですね、屋台が違うので、そう面白い。いやもう富山限定のやつとかあるんかな、わかんないけど。みゆなちゃん星ありがとう、レインボースターありがとう。そう私さここの触覚めっちゃ伸びてさ、今大変なことになってるんですよ。なんか前まではめっちゃ太かったんですね NMB に入るまで、で NMB に入ってから半分ぐらい減らされたんですけど、私って本当の触覚の長さこれぐらいなんですね正直。でもめっちゃ伸びちゃってて、今もうどう処理していいのか分からずにもう垂れ流してます。そう夏はねちょっと髪の毛とかも結構ほら量が多いので、私汗をめっちゃかきやすいんですよ公園とかでも、だからちょっと早く美容院に行って整えたいですね。超伸びたくない、皆さん見てください、じゃーん、しまってもうこれぐらい長さがあるんです。前まではお披露目はこれぐらいだったのに、顎ぐらいめっちゃ短かった。ツイッターフォローしました、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。ということでちょっと今日はこれで配信を終わろうかなと思うんですけど、皆さんすいません今何時か教えていただいてもよろしいでしょうか、ごめんなさい本当に、時計というかスマホをちょっと持ってくの忘れました、ごめんなさい。白エビラーメンめっちゃエビ味よね、食べたことないんですよ白エビラーメン、美味しいのかな、食べたことないです。27分か、じゃあ そろそろ壇上見をして終わりたいと思います。ということで13位ジョーさんありがとう、ありがとう。12位マミタンありがとう、ありがとう。11位トマトさんありがとう、ありがとう。10位北課長、ごめん北
方調査、あ、間違えた、味方調査ありがとうございます、ありがとう。9位モンモン、ありがとう、ありがとう。8位キラリンビームさん、ありがとう、ありがとう。7位ニコさん、ありがとう、ありがとう。6位サボリーマンさん、ありがとう、ありがとう。5位ヤマトシさん、ありがとう、ありがとう。4位ダイルさん、ありがとう、ありがとう。3位お山さん、ありがとう、ありがとう。2位野原しんのすけのすけさん、ありがとう、ありがとう。1位たけいさん、ありがとう、ありがとうございます。皆さん本当に1時間ありがとうございました。明日は朝の9時からショールームしますので、皆さんぜひぜひそちらの方にも遊びに来ていただけると嬉しいです。そしてもう私のファンになったよとか、私のことを好きになったよって方は名前の後ろにさゆきぶってつけてくれると嬉しいです。お願いします。でここのハートがまだ白の方はタップして赤にしていただけると嬉しいです。ではイベント明日はイベント2日目ということで、朝9時からショールーム配信しますので、皆さんそちらの方にも足を運んでいただけると嬉しいです。ということで皆さん今日は本当にありがとうございました。ゆっくり、あ、スクショタイムしよう、何しよう、スクショタイム、いつもポーズ一緒になっちゃうんだよね、ごめんなさい。ハートと C、 これさ、私さ多分ハート下手なんだよね、もう書かれてたもん、ハートと C ハートが下手なんだよ私多分ね、小指が短いからさそう C に見えちゃうんだよね。まあまあこれは私のハートですんだ、下手と言われても私はこれがハートなのでハートマジで下手っぴで可愛い、下手じゃないし下手じゃないもん、ほんと好き、ありがとう、そんなことないよ、ありがとう、すんてんの可愛いってへ。はい、じゃあちょっとこれ最後にしとこう。はい、ということで皆さん、あ、ぜひ明日の9時もこの渋谷さゆきのショールームに集合、よろしくお願いします。ということで皆さん今日一日ありがとうございました。また明日の9時に会いましょう、朝9時に会いましょう。バイバーイ、バーイ、ありがとうございました。ありがとう。おやすみなさい。ありがとうございました。